ラムカマスです。今日は前回やったプレゼント企画の抽選当選者発表をしていきたいと思います。抽選方法はプレゼント動画でも説明した通り、こちらコパセンスプラスをサイズをもうランダムで買っているので、コメントをしてもらったサイズと、あった人の中からルーレットで抽選していきたいと思います。当選した人には、応募コメントに返信しますので、そこからインスタかツイッターかの DM で連絡できたらいいかなと思います。ただ期限として、応募コメントに自分が返信してから3日経過後も連絡がない場合は、他の方に譲りたいと思うので、そのクリアで当選者も一緒に決めていきたいと思います。そして今回買ったこちらコパセンスプラスのサイズが26センチで、25名の方が応募してくれたので、25名でルーレット抽選をやっていきたいと思います。25名になるので、25名を3ブロック8名、8名、9名でコメントしてくれた順に振り分けて、各ブロック2名の計6名で最終ブロック抽選をしていきたいと思います。ではコメントしてくれた順に、第1ブロックから抽選をやっていきたいと思います。では第1ブロック2名選んでいきたいと思います。第1ブロック1人目はこの方です。では2人目を選んでいきます。では第1ブロックからの進出者はこの2名になります。では第2ブロック8名の中から進出者2名を決めていきたいと思います。では1人目を決めていきます。では1人目はこの方です。では第2ブロック2人目を決めていきます。第2ブロックから進出者2名はこちらの方になります。では第3ブロック、こちら9名の中から2名また選んでいきたいと思います。では1人目はこの方です。では2人目を決めていきたいと思います。では第3ブロックからの進出者2名はこちらになります。では今の各ブロック2名ずつ計6名で最終ブロック、こちらのコパセンスプラスの当選者を決めていきたいと思います。今回のこちらコパセンスプラスの当選者はこの方になります。ではさっきも言ったように、当選された方が、返信がなかった場合に備えて、クリアゲー当選者も決めていきたいと思うので、クリアゲー当選者を決めていきます。ではクリアゲー当選者はこの方になります。では今回のこちらコパセンスプラスの当選者はフラストさんに決定しました。当選されたフラストさんには応募コメントに自分が返信しますので、そこからインスタかツイッターかの DM でやり取りできたらいいかなと思います。そして先ほども言いましたが、期限として自分が応募コメントに返信してから3日経過後も応答がない場合は、繰り上げ当選という形でヤッホー高木さんを繰り上げ当選者として同じようにやり取りできたらいいかなと思います。今回はこちらコパセンスプラスがプレゼントになりましたが、ぜひ次回のプレゼント企画も応募してくれたら
いいかなというふうに思います。